全国障害年金パートナーズの動画。こんにちは、障害年金コンサルタントの宮里です。本日はお客さんと障害年金の打ち合わせを行い、その打ち合わせが終わって一息ついていました。そこであることに気がついたのです。それはズボンの内股部分が擦り切れていたということでした。ズボンの内股部分、しかも両足とも擦り切れていたのです。まだなんとか履けますが、もうすぐ穴が開いて素足が見えそうです。私はこれまで体育会系でそれなりに運動してきました。小学校の時から朝のジョギングを始め、中学高校では剣道、大学ではタッチフット、社会人になってからはジムに行ったりしていました。最近ではロードバイクで長距離走ることも多いです。するとどうなるか、太ももに筋肉がつき足が太くなるのです。そのような太くなった足で歩くと、普通に歩いていても内股がずれてしまうのです。そんなわけで歩きながら内股をこすり続けた結果、スーツのズボンがこすれてしまい穴が開きそうになったというわけです。実はこのようなことは今回が初めてではありません。定期的にズボンが擦れて使えなくなってしまうため、2年おきにスーツを買い直しているわけです。今回もスーツの買い替え時期がやってきたというわけです。そんなわけでスーツを買うためにスーツ屋さんに入ります。そしてこういうわけです。オーダーメイドでスーツをお願いします。なぜオーダーメイドか、それは私の体格にぴったり合う既製品が少ないからです。体に合わないスーツを着ると不格好に見えます。人に見られる仕事をしていますので、見かけにも気を使わなければならないのです。既製品より若干値も張りますが、体に合ったスーツが手に入ることを考えれば、オーダーメイドが最適な選択なのです。ついでにコートも新調することにしました。これまで5年ほど使っていたコートがだいぶ傷んでいたので、こちらもオーダーメイドで私の体に合わせたものを注文します。出来上がりまでにはもう少しかかりますが、人からどう見られるかを意識しながら障害年金のサポートを続けていきたいと思います。うつ病で経済的不安を感じている人は、魔法の靴とうつ病になったティラノサウルスという動画をご覧ください。あなたの不安解消につながるはずです。また、あなたのうつ病で障害年金を受け取れるか、私たちが無料で判定しますので、画面右上のリンク先からお申し込みください。